ウェダークラブで結果こえワイ、アイ君、スパシャありがとう。ウェダークラブで結果残してるので実力あると思うんですよね。受けてのウェダーよりも出しての問題だったような気がします。うん。だし、あと、何すればいいか分かってないからね。ボール奪った瞬間、なんか、前に前にって思いすぎて、後ろ使えてないとかね。カタ君、ウェダー合わせてどうすればうまく使えますかあの、スペース作るストライカーと組ませるのがいいと思いますね。ツートップ型で。セカンドトップとかの、あのレスターで岡崎がやってた仕事が一番合うとは思いますけどね。 ただそういう絶対的なフォワードいないから、上田自体が進化してジズスみたいになるしかないですよね。誰か中心、衛生的に回るの、動くのが上手い選手だけど、そんな時代じゃない、ウィングとか使う時代だから、自分がファーストストライカーになるみたいなね。